今回は冷たいカレーうどんを作ります。鶏胸肉は耐熱容器に入れてフォークで表と裏と穴を開けます。砂糖と塩を揉み込んで10分間置いておきます。冷凍うどんは袋の表示通りレンチンして水洗いして水気を切っておきます。10分経ったら鶏胸肉に酒を振って白ネギと一緒に耐熱容器に入れて500ワットで2分レンチン、裏返して1分30秒レンチンします。鶏胸肉はそぎ切りにして冷蔵庫に10分入れておきます。鶏胸肉から出た出汁はボウルに入れて白だし、カレー粉、砂糖、醤油、水を入れて混ぜます。きれいに混ざったらスープジャーへ移して氷を入れて蓋をします。うどんはタッパーへ移して鶏胸肉、白ネギ、揚げ玉を盛り付けて蓋をします。スパイスの効いたカレーつゆが美味しいぶっかけうどん、お弁当または普段のお食事でもぜひお試しください。